おはようございます。勝則です。2024年10月28日とん平焼きを作っていきます。どうか最後まで見ていってください。お願いします。材料は豚バラ肉 100g ぐらいかな。今回は卵は MS、 サイズが MS なので3個、キャベツは適量ですね。サラダ作った残りというか、とん平焼きを作るためにちょっと残しておいたっていう形になります。 MS の卵3個はもう溶いておきます。事前に溶いておきます。そうでないと慌てることになるので前もって溶いておきますが、下味は僕の場合は塩だけですね。これに味の素、うまみ調味料の味の素の味の素とかハイミーを使ってくれはってもいいし、コンソメを使ってくれはってもいいです。好きな下味をつけておいてください。フライパンにサラダ油を薄く、まあ僕はダイエットしてるのでできるだけ薄く引くんですけど、たっぷりでも別に構わないです。でテフロン加工でちゃんとその焦げつかないフライパンを持ってはる方なら油を引かずに豚バラの油だけで焼いてくださってもいいんですけど、僕のはもうハゲハゲのすぐ焦げついてしまうようなフライパンなのでサラダ油を引いて豚バラを焼いていきます。本当はね、本当は細かく切った方が美味しいような気はするんですよ。店で食べるとん平焼きでもヘラっていうんですかね、あれでパチパチと切ってはりませんか。だから結局食べやすい大きさに切ってしまうんですけど、どうもね年代的に肉はできるだけ厚くて大きい方がこう幸せを感じてしまう年齢なんですよ。悲しいかな、肉に対する憧れが強い年齢でついつい細切れよりは塊をスライスを食べたいと思ってしまうんですね。なので今回も僕は塊で、あ焦げついちゃう、塊とかもスライスのまま使います。で食べた時にちょっとずつ口に入るんじゃなくてがっつりと豚バラが口に入るようにします。でそこに刻んでおいたキャベツを入れてさっと炒めます。サラダ油と豚バラから出た油を残さずに利用するように。でまだこの時点で黒胡椒でしか風味付け味付けしてないので、この段階で塩を振ってキャベツと豚バラに味をつけます。お好みで豚バラにだけ味をつけて塩味をつけて後でキャベツを入れてくれはってもそれはそれで構わないです。この時点でまあ豚バラキャベツ、豚バラキャベツで十分美味しいんですけど、これをまあ卵で包んでとん平焼きにしていきます。ため息出ますわ。業務スーパーで IH 対応ってあったので買ったフライパンですけど、腹立たしいことに対応してません。もうやっぱ100均の商品は100均の商品ですね。
方ないので中央ヒーターに入れて卵注いでいきます。これでテフロン、ダイヤモンド加工、テフロン加工と言いながら焦げついたらさらに笑っちゃいますね。やっぱり100均の商品は買うべきじゃないのかな。情けない話ですね。100均の IH 対応と言いながら IH に対応しない22センチのフライパンで卵を固めていきます。ちょっと卵多かったですかね。フライパンいつもの36センチのつもりでやっちゃったんかもしれないですね。買ったばかりの22センチのフライパンではちょっと MS の卵でも2個ぐらいで良かったのかもしれませんね。ただまあその分厚みのある卵ができると思います。で、中に入れる具材ですけど、これもちょっと量が多すぎたかもしれません。いつもの33センチの量のつもりでドバッと作っちゃったから、これ全部巻くのはちょっと大変かもしれませんので半分ぐらいにしますね。で、残りの半分はそのまま食べていくことにします。あとは上手に巻けるかですね。 IH 対応と言いながら IH 対応ではなかった100均のフライパンですが、ちゃんとテフロン加工にはなってるようですね。ひっくり返せます。上手には無理ですけどね。だいぶ下手くそになっちゃいましたけど、まあすでに IH 使えなかった時点で僕のテンションはだだ下がりなんで、はい、一応これでまあもう負けたことにします。手前の IH のヒーターで作るつもりやったんで、奥にあるやつはものすごく使いにくいです。料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方はお気に入り登録をされてから離脱されてください。お願いします。本日2品目とん平焼き、いただきます。久しぶりの卵ですね。玉紐の卵は食べてたんですけど、おいしい。やっぱ卵うまいな。一時のこと思ったらすごく高くなっている卵ですけど、やっぱ多少高くお金を払っても卵は食べたいですね。うん。肉はどうしてもこうやって一気にたくさん口に頬張りたいですね。ものすごく贅沢してる気分になれます。うん、キャベツも美味しい。こっちの豚バラキャベツも普通に美味しい。ゆっくり味わって食べさせてもらいます。一旦ここで動画は切ります。ああ美味しい。幸せや。好きなもんをお腹いっぱい食べられるっていうのはほんと幸せですね。口いっぱい頬張ります。
なんとも言えずうまい。ああ、幸せや。ああ、とんぺい焼きうまい。本日2品目とんぺい焼き完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。